レディアンス・オブ・ザ・シーズ、または、レディアンス・オブ・ザ・シーズは、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運行している、クルーズ客船。レディアンス・オブ・ザ・シーズとクイーン・エリザベスにレディアンス・オブ・ザ・シーズ級の一番船で、2001年3月9日、ドイツのマイヤー・ベルフトで竣工。戦火は3億5000万ドル。4月6日に行われた、命名式にて、マーゴット・プリッツッカーによって命名され、 翌7日より、パナマ運河クルーズに就航した。本船は環境に配慮して、先に建造されたセレブリティクルーズのミレニアム級と、同様の G マリン LM2500 型ガスタービン2機と、その排気熱を利用した蒸気タービン1機で発電する、コッチスと呼ばれる電気推進システムを採用し、NOX 排出量を大幅に低減させた。その電力により2機のアジボット推進機を駆動し、 航行する。2011年5月から6月には、オアシス・オブ・ザ・シーズ・級と同様の施設、サービス等を取り入れて、船内設備を更新する大規模改装を行った。また、同型の2番線が2002年に、3番線が2003年に、4番線が2004年に、建造された。ありがとうございます。